胸の写真です。背中の方から撮って、これが胸で心臓です。胸の大きさに比較して心臓は、まあ、正常です。肩関節ちょっと見えないね。これ横向きです。これが心臓で、こういうところが肺で、高大静脈とこの白いところが大動脈、正常です。だからここに管が見えるんですけど、ちょっとこれと重なってるから このラインですね、気管のラインをね、下はこれなんだけど上はこのラインですね、うん、まあこれね、この辺の太さに比べるとちょっと狭いかな。こういうのはちょっと気管虚脱というか、気管がちょっと弱いかもしれない。だから咳しちゃうと治りにくい可能性もあります。で、咳は気管とか気管支が悪くて出る咳、呼吸器系の慢性呼吸器疾患で出る咳と、あとはまあこの心臓の際だったらまあないんだけど、もっと大きくなってくると心臓病から出る咳と2種類はあります。まあだから咳してたら、咳って多分しないと思いますけど、したらすぐ相談してください。はい、で続いて頸椎、胸椎、腰椎、まあ骨きれいですね。でここが横隔膜、そうするとあれ若干ご飯が入ってる、入ってないか、うん、なんか気持ち入ってるかもしれないですね。はい、でこれが横隔膜で、これが肝臓です。まあ正常がこれぐらいだから、ちょっとだけ大きいサイズは。でこれが胃です。で胃の中にガスが溜まってて、なんかこの辺少しだけ封筒が入ってるかな、ガスも溜まってるけど、ちょびっとだけ食べてるかもしれないですね。からまあ腰の骨、腰椎、綺麗ですね。でこれうんちです。まあお腹の中は若干肝臓が大きいかなというぐらい。からこのもう一個こっち来てもらって、これちょっと股関節をまで映るように下の方をメインに撮ったんですけど、股関節まあ綺麗ですね。でこれがうんちです。ここには胃は入ってませんね。まあでもお腹の中は正常範囲だと思いますね。だから横向きで見てちょっと肝臓が大きいかなとは思いました。心臓のサイズは全然正常だと思います。写ってる骨も綺麗ですね。